今回のアンブレラはやべえやつ、ね、殺しに行くじゃん。うん、行け。舐めてるってことでいい。なんか遠くで相場恐竜のぼつるやついます。剣、量を怠るな。 What? この家で最後なんだよな、パンちゃん。いや、違います。なに、パンちゃん、うち来よっか。いや、さっきサーモル始めるときにトンネル塞いでたじゃないですか、ボス。うん、あそこで、ね、ランプが来たんですよ。で、そいつが、こう通れますかっつってゴン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 言ってるんですよ、車にぶつけてきて。うん、で、あ、ほんとやめろよみたいな言っても、うん、分かりましたとか言って言ったんですけど、うん、その2分後ぐらいにまたこじ開けとして、うん、そこで開いちゃったんですよ、その道が。あ、開いたりしてきましたね。で、誰のそれは。パンちゃんってやつですね。パンちゃん、はい、黄色い服着てて、顔面縦に黄色のラインあるやつですね。なめてる、知ってる、なめてる、知ってます。あ、俺知ってますよ、顔知ってますよ。あれ、会場レストラン、首になったんでしたっけ。首ま、あれ、首自分とこの商品を転売して首になってやばっ。あー、それなんだか、やばいやつやん。テールのある店で、それで、今は会場レストラン。やばいやつ、殺しに行くじゃん。うん、行け。行きましょう。で、パンちゃん、どうしてこうなってるかわかる。はい、わかります。どうして。先ほど70じゃない5006かな、アシッド取る場所のトンネルで僕が無理やり通ろうとしたからと思ってます。そうだよね。はい、この辺り正解です、大正解。はい、じゃあどうしてその場でまた2回目注意されたにもかかわらず強行突破しようとしたの。はい、いや、まあちょっと行かせていただけないかなっていう軽い気持ちでしたね。舐めてるってことでいい。じゃあ、いや、舐めてはないです。舐めてない。へえ、舐めてなかったらそんなことしなくない、普通。そうですね、そうだよね、舐めてるよね。どうしようか、あんちゃん。詫びる気持ちあるんだ。はい、あります。いや、どうする、どうやって詫びんの。でも一番簡単なのはお金なのかなと。うんうん、じゃあいくら。5000万ぐらいですかね。5000万ぐらい。3000万、まあまあまあ、3000万ぐらいですかね。まあまあまあ、ん、なんで下がった。やっぱ舐めてるよね、パンちゃんね。いや、まあまあ自分の立場もワンチャン下げてもいけるやろって思ったよね。いやいやいや、最初はまあそう思ったんですけど、うん、その5000万いけるかなと思ったんですけど、うんうんうん、そこまで別に稼げてるわけでもないので、うん、ちなみにね、はい、私の名前で遊んだ白市民がいたんだけど、はい、それから3億取ったわ私。パンちゃん実害出てるからさ、名前遊びよりもひどいんだよね、正直。そうだよな。はい、あれ、やってんな、やってんな。さすがに強制瞑想よね。え、これリーブオンってこと。いやいや、リーブオン。さすがに、さすがに、さすがに、さすがに。お世話さんの色味でした。なんか遠くで相場恐竜覗いてるやついますよ。どこで。あ、あそこ。やばい、ジェイクの縁に入っちまったやつがいるな。何見てんだ。いかだろマジで、お前、お前バカだろマジで。何見てんだ、おい。お前バカすぎるマジで。おい、行を怠るなって言っただろお前。剣、行を怠るな。お前はジェイク、ね、出てました。お前はジェイクの縁に引っかかっちまったんだよ。マジかよ。金じゃなくて物資がいいなって思って。何で手打ちになったの。布で。布、物資全部買ったらいい。了解。パンちゃん布だけじゃないぞ、全部だぞ。パンちゃん家入れてもらっていい。あ、わかりました。あげんかいゴリー。あげんかい、あげんかい、あげらんかい、あげらんかいゴリー。あげらんゴリー、あげらんかいゴリー。ボケカス、素材だけでいいぞ。布戦士かなかった。え、パンちゃん何、ギャングに頼まれて花集めてんの。その時はそうですね。その時はそう、すごい前のやつですね。あ、すごい前のやつ、はい、なんか隠してません。ねえ、これ何個あるか分かりませんよ、これ部屋。な、はい、こいつ入れようか迷ってる。えっ、おっと、ボス、ちょっとこの中入って見てみ。おもろ、了解。えっ、私なんか歪んでる中も見えない。何、やばいやばいやばい、全然動かない、全然。これ一人だ、ありがとう。ここここ一人でやってんだろ、パンちゃんこれ。はい、はい、ありがとう。えぐい、えぐい。What? 10。はぁ、え、ちょっと待ってよ。What? バケモンだ。ちなみにパンちゃん、お前、うち入りたいか、白市民がいいか、どっち。お前の気持ち的にはどっちなん、今。まぁ、あ、ちょっと半、半ぐらいで。What? 半。こんな機会はなかったので、今まで。私は、お前のこの努力というか、才能、はい、ファームに関しての。これを見て、お前優秀だと思うから、はい、どこだって言ってる。でも、このお前と会って、はい、10分ぐらい。癖が悪くて嘘つきでやべえやつなんだよね、はい、印象的には。
で、そこをお前は変われるのかっていうところだよな。パンちゃんに向いてる世界あるぜ。もったいないぜ、ここでくすぶってんの。お前のこのファーム力、組織のために使ったら、みんなハッピーだ。ちなみに聞くけど、この家で最後なんだよな、パンちゃん。いや、違います。何？ちょっと隣の家もそうだよね。え、ちょっと待って、隣の家もあります。見せてもらっていいか。見せろ見せろ。ちょっと見せろ。パンちゃん、ちょっと待って、パンちゃん誰のためにこれ集めてんのマジで。4つぐらいあるよ家。え、これどういうこと。パンちゃんギャグ作ろうとしてる。えぐくね、マック。また素材の価格。え、ちょっと待って、やば。まだあんの。取引してたこともありますけど、今え、どういうこと。まあ、特に取引。え、武器の数すげー。いや、すごい。布絶対4000以上あるやん。いつ、え、はい、え、ちょっと待って、カービィまだあるんだけど。やばいって。どういうこと。これすぎる。何と戦ってる。パンちゃん、うち来よっか。パンちゃん、すごい、こんな熱烈な。パンちゃん、やろうぜ、俺らで。ヘビーアーマー66。マジ。え、パンちゃんもったいねえよ、ここでくすぶってんの。パンちゃんはどうなりたいとかあったの、この集めてる時に。これを確かに何に使うようだったの、これ。まあ最初はその自分が入りたいって思ったところに交渉材料じゃないですけど、はあ、この量持って全て渡すっていうみたいな感じで。ああ、入りたいところあるの、パンちゃん。いや、特にないんかい。はい、まあそういうのができた時にいいなって思ってずっと集めてたら、ずる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 集めるだけ集めて、気づいたら白市民になって会場レストランで。じゃあその入りたいところはうちだ、パンちゃん。始まりました。お前が入りたいところはうちだよ、パンちゃん。これ運命じゃねえか。壁も赤だしね。赤いズボン似合ってるよな。確かに。てか見せたことないんじゃないですか。見せたことないじゃないですか。見せる機会はまあ特にないですから、うん、まあ、ないわな、こんな。なんかお友達とかにこんだけ集めたって話すぐらいでしかなかった。パンちゃん、見せんなお前さ。パンちゃん、ど自分白市民で入れたら、自分の力に気づいた方がいいよ、パンちゃん。まあまあまあ、数字欲しいらしいから、とりあえず。あ、いつまでに、じゃあ答え。水曜日ぐらいまでには。水曜日ね。水曜日ね。分かった。うん、パンちゃんさ、ここになんか布が入ってるみたいなんだけど、持ってって大丈夫。お前全部行くよ。一旦まあ布が入ったから。あ、いい。まあ1ヶ月。終わりました。あ、すいません。じゃあ僕ちょっと布に反応しちゃって。いや、だからびっくりしましたよ。パンちゃん勧誘してたから。一旦考えたが、やっぱりお前ちょっと素性が知れなさすぎて怖い部分が強い。だから一旦関係値を作ろう。お前のことをよく知っていきたいわ、一旦。やっぱり手癖が悪い。え、誰から聞いたか。はい、どなたからお話を。ああ、それは言えないけど。でも、いろいろとまだ自分のことを隠しておくことあるやろ、パンちゃん。詐欺の話ですか。そう、いろいろあるやろ。いや、まあ、いっぱいやりすぎて、まあ、どれが、該当してるのかが分かんないっていう状況では。そうだよね、いっぱいあるんだよ、はい、パンちゃん。だから、その手癖が怖いから、組織に入れるのがちょっと怖いっていう話になったんだわ。はい、そんなに、やっぱり、組織としては危ない存在だった。そりゃそうだ、だってさ、みんなが頑張って集めた物資を、こそ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 抜いてって自分の懐に溜め込んでるやついたらどう思う、パンちゃん。やばいですね。でもやばいよな。はい、そうなんだよ、やばいんだよ。そんなことするやついるんですか。そんなことするやつ。え、パンちゃんしたんじゃないの。だってペールノエルで他のやつをこう転売してたんじゃないの。まあでも僕社員だった時ですね。で、一応自分で練ったものになりますね。あ、じゃあ別にそのなんか倉庫とかから抜いて売ったわけじゃなくて、自分で作ったものだぞ。はい、自分で作っ、でもまあその作りすぎてどれが自分で作ったやつかも分かんなくなっちゃうぐらいは作ってたんで。ああ、そういうことね。はい、確かに。あのお前らに言われる筋合いないぐらい俺は作ってんだぞって言いたいってことね。はい、はい、どっち誰が作ったクリームソーダか分かんなくなっちゃってましたね。アップルパイの含め。あ、なるほどね。はい、いっぱい作りすぎて、はい、パンちゃんが作りすぎて、もう別に俺がもうこんだけ練っとんだからええやろっていう、これも俺のなんじゃないかって思ってどっちか分かんなくはい、まあまあ、なるほどね。まあ、それぐらいの労働はしてるってことね。はい、そうです、ね。はいはいはい、おもろいやんけお前。なるほどな。分かった。一旦また水曜日会って話そうか。はい、わ、まあ、はいね、はい、かりました。ああ、また電話するわ。はい。はいはい、お疲れ様。お疲れ様です。はい。ありがとうございました。こいつおもろいな。ゆらゆらやっちゃった。待って、なんかっていうかさ、なんかもうパンちゃん入りたくなってない？ちょっとこっちが距離取ったらっあっちからね、ちからね。このおもろいままあいつの素性を調べて、まあ、みんなでやっぱり決めようや。まあ、そうですね。入れるか入れないか。そうですね。